よかった。うちの母からお裾分けです。食器とレンジを使わせてもらいました。どうも、いただきます。どうぞ。というか、男の子だったんだ。高校何年生だろう。家族は？一人？あれ？っていうか、この人。さっきエレベーターで会った人ですよね。え？ああ。ですよね。ありがとうございました。おかげで閉じ込められずに済みました。いや、別に。さっきのってエレベーターおかしいの分かってて私を止めたんですか？もし、とりあえず不審者ではなさそうだけど、私前にも似たような経験あって、小2の時なんですけど、青信号を渡ろうとしたら、赤いから行っちゃダメ。誰？でも信号青だよ。赤になっちゃう。急がなきゃ。気づいたらその男の子はいなくなってて、あの時引き止められてなかったら怪我で済まなかったかもしれないし、どこの誰だかわからないけど、もしまたあの男の子に会えたらお礼を言いたいってずっと思ってるんです。助けて無言で去るなんてヒーローみたいですよね。ほら、せめてお名前をってやつです。でも赤いからってどういう意味だったのか、それだけ謎なんですよね。大丈夫ですか？お水いります？え？飯はどう思う？けど、もう来なくていいので。何それ？ご飯に集中したかったのかな。そっか、人が事故った話聞きながら食べても美味しくないよね。すみませんでした。おかえり。遅かったね。ちゃんと卑屈くんに渡せた？卑屈？うん、お腹減ってたみたいですぐ食べてた。あら、よかった。高校生で一人暮らしっていうから世話焼きたくなっちゃってね。今日いろいろ助けてもらったから、そのお返しも兼ねて。助けてもらったってどんな？棚から突然箱が落ちてきてさ、直前で卑屈くんがかばってくれて助かったんだけど、とっさに避けた時に足ぶつけちゃってね。こっちの足。心配してくれた卑屈くんが家まで送ってくれたの。同じパターン。やっぱりこれって偶然？次の日。もう来るなって言わなかったっけ？よかった、いた。高校って意外と下校早いんですか？何かよ。昨日のタッパー類を回収しに来ました。それなら次、バイトの時あんたの母親に帰って。すみません、今のは口実です。確認したくて。昨日話した私の。違う。まだ何も言ってない。違うもんは違う。じゃあな。ちょ、鍵かけた？言ったか。なんで、よりにもよって、黄色？でも、もう。って人見知りなのかな、それとも一人が好きなのかな。ねえねえ、そこを右に曲がったらあるわよ。あれ、
この前のおばあちゃんだ。この辺に住んでるのかな。へー、そうなんすね。助かりました、佐世。いいえ。もしかして、ソリー？おばあちゃん、気づいてない？じゃ、はい。ちょっと待って！この財布、おばあちゃんのですよね？返してください！なんだよ、ガキ。ガキじゃないです！もう、中学生で。くそ。おばあちゃん、財布。どうもありがとう。あなた、この前も助けてくれた子よね。はい、今はあのお兄さんもです。ありがとう、二人とも。ヒーローみたいでかっこよかった。じゃあね。じゃあな。転んだ時、足くじいたみたい。たく、世話が焼ける。うるせえ。君色の恋第1巻、8月25日水曜日発売パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も